本日はフリーランスになって1年経ってみて、良かったこと悪かったこと、まあ反省点とかね、お話しできればなと思います。まあ2022年の3月に、前職を退職してフリーランスになりました。まあ主な仕事っていうのは、そうですね、まあオンラインでできる仕事、まあ編集とか、まあ編集ソフトの講師とか、あとまあ実際撮影行ったりしたのがウェディングとか、まああと観光関係の撮影とかしました。まあ正直そんなにね、まあお金の話になると結構厳しかったかなと思うんですけども、最初の方は本当に、あ、俺このままで大丈夫かなっていう不安は正直ありました。まあでもね、運よく巡り合わせが良かったというか、恵まれているというか、お仕事をね、いろんな方からいただいて、まあなんとか1年過ごすことができて、まあ今年はね、2023年はそうですね、まあとある企業さんの映像制作の関係をやらせていただくことになって、毎週水曜日ちょっとね、撮影とか行かせていただいて、まあ打ち合わせしたりとかさせていただいてます。本当にね、ありがたいことにね、今年はお仕事をいただいて幸先よくスタートしてるんですけども、まあ本当に成り立ての頃っていうのはもう、まあ仕事がないイコールこのままポシャっちゃうんじゃないか、もうこのままね、フリーランスとして活動できなくなっちゃうんじゃないかっていう不安がめちゃくちゃありました。はい、僕こう見えても結構不安に思ったらずっと不安になっちゃって、正直ね、寝れない時もあったりとかありました。このまま大丈夫かなっていうのもありましたし、本当に結構悩んでましたけども、本当にね、ありがたいことにお仕事が途切れたことなく、日々ね、忙しくさせていただいてて、本当にね、2022年はまあ僕の中では修行の年だと思ってましたし、何としてでも1年は泥水すすっても生き延びようと思って、まあ、僕のね、フリーランス仲間は同じ時期にね、クリエイターとしてね、独立した、ね、人もちらほらいて、まあ、仲いい、ね、人と1年間一緒に乗り切ろうよって言って、日々お互いに、ね、励まし合ってというか、僕が特に励まされてた。その中でね、なんとか生き延びてきました。でも正直まあ良かった点は、思い切ってね、行動できたことですし、まあ思い切ってなんかその組織にいると、やっぱり思い切ったことができない、こう組織を抜けて自分でどんどんアピールしていかないと、やっぱこの業界っていうのは誰も見つけてくれない。だから僕はよく思うのが、 SNS とかで自分が作ったものをやっぱアピールしていかないと、なかなかこの、ね、誰も見つけてくれませんし、勝手に仕事が来るっていうわけでもないし、もう自分から自ら営業をかけていったりとかしましたし、やっぱりまあそういうところで僕自身はな、行動できたのが良かったのかなって思います。悪かった点というか、反省するべき点は何だろう、やっぱりその退職する前とかにしっかりともうちょっと筋道を立てた方が良かったのかなっていうのは思います。正直なところ、あんまりね、筋道立ててなかったのがね、ちょっと良くなかったのかなっていうところもあるし、うん、筋道、まあでも筋道を立てたからといって成功するわけじゃないのかな。まあ悪かった点というのは、まあそうですね、もうちょっと何かできたんじゃないかとか、もうちょっとなんか制作してもっともっとアピールすればよかったかなっていうふうには思ってます。あとなんだろう、そうですね、あともうちょっとつながりを作りたかったって言っても、なかなかね、長野県っていう場所では、まあ、僕が見つけられてないのかもしれないんですけども、まあ、映像をやってるクリエイターの方っていうのはあんまりいらっしゃらないのかな、まあ、制作会社とかに、ね、勤務してる方が多いかなと思うんですけども、まあ、何人かとはね、お話しすることができて、いろいろ刺激になったし、で、空き家ムービーの空き家さんがやってるワンブルームっていうね、
コミュニティに僕は入ってよかったなと思って、なんか同じね、フリーランスの方もいればこれから独立したいって方とかいろんな方がいて、めちゃめちゃ勉強になって、あ、でもやっぱりフリーランスになったら人大体一人なんですよ。一人でやっていくってめちゃめちゃ大変で、僕も何回か心折れそうになったりとかしましたけど、でもなんかコミュニティがあればコミュニティ入った方がいいなと思って、僕は本当にあのワンブルーム入っていろんな人に出会えて、いろんな人から刺激もらったりとかして、まあ、よかったなと思います。本当にまあなんだろう、フリーランスになって悪かった点は自分の中で反省して改めてるから、まだ悪い点と言えるのかな、まあ、悪い点といえばまあなんかもっともっと制作すればよかったな、もっともっと制作したものをどんどんアピールしていけばよかったかなと思ってますし、うん、まあ、良かった点は思い切ってね、フリーランスに飛び込んだことと行動できたこと、やっぱりビビらずにしっかりと行動できたので、まあ、今があるのかなって思います。はい、まあ、僕がね、僕は本当にたまたま運が良かったので、僕とね全く同じことをやれば1年間生き残れるかといったら、うん、ちょっとねそこは分かりません。でもいろいろと情報を集めたりとか SNS 見たりとか発信したりとかすることは絶対にやった方がいいと思いますし、なんかね勝手に仕事のが来るっていうはずもなく、やっぱり自分はまだまだですし、もっともっと、まあ、僕はまだまだですけど、もっともっと伸びしろがあると思ってるんで、もっともっと、ね、技術を伸ばしていきたいなと思いますし、あとそうですね、まあ、本当にとにかく行動ですね。もうなんか泥水すするくらいの勢いでどんどん行動していけば何かが見えてきますし、いろんな人と出会っていろんな人と話すことによって自分の立ち位置とか自分の位置が分かるんじゃないのかなと思います。なのでぜひ皆さん、これを見てる方ぜひ行動してください。行動すればあの見えてくることも絶対ありますので、ぜひぜひ頑張りましょう。そうですね、まあ、次回はそうですね、僕が1年間やってきて、まあ、フリーランスになるための心をね、まあ、たった1年間ですけどもなってみてどうだったかっていうね話お話をねできればなと思いますので、ぜひぜひ次回も見てください。ちょっと LINE になっちゃいましたね。まああの年内ね僕は1000人目指してます。チャンネル登録者数を1000人超えを目指してますので、まあ僕はまああのこうやってフリーランスになった実情とかを発信したりとか、まあで撮影現場行っての Vlog、日々の Vlog を出したりとか、まあ、レビュー動画もね、どんどん出していきたいかなと思ってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またね、次回は本当にフリーランスになるためのこれ、まあ、たった1年の経った僕が偉そうにって思うかもしれないですけども、1年経った経験があるんで、まあ、フリーランスになろうか悩んでる方のための、あの指針になればいいかなと思いますので、次回はフリーランスになるための心得をお話ししていきたいと思います。それでは皆さん、次回もよろしくお願いします。